豆なしは、バラかなシアかなシ属に分類される、落葉鉱木の一種。別名が、犬なし、三重県では、犬なしと呼ばれることが多い。朝鮮半島、中国、ベトナム北部と日本の東海地方に分布している。同様の分布域である、シデコブシ、白玉保宿草などとともに、東海丘陵要素植物と呼ばれている。日当たりの良い湿地や溜池などの周辺に分布する。 三重県の桑名市、多度の犬なし自生地は、国の天然記念物に指定されている。松阪市岡山町地内の住宅地に自生する松尾の豆なしは、市の天然記念物に指定されている。四日市市の東阿倉川、犬なし自生地は1922年10月10日。愛知県には、小畑緑地、八流湿地、尾張浅肥市の長池などの自生地が点在している。 小牧市の大草の豆なし自生地は愛知県の天然記念物に指定されている。西尾市の鶴城公園には西屋在町大鳥の巣の雑木林にあった豆なしの木が工業用地開発の際に移植されている。西尾市八つ面三頭の矢藩古川岩に自生木がある。千田市金沢座東海山32の稲荷神社にある樹高13メートルの木は 1988年3月7日に、下市の天然記念物に指定されている。三庭郡大口町の天神社に自生する木は、町の文化財に指定されている。名古屋市昭和区の法修院に自生している木は、法修院として、名古屋市の天然記念物に指定されている。新城市作下高松和平田にある赤羽の犬なしの巨木が、1983年8月1日に、 南下田群作手村の天然記念物に指定された。直径1センチメートルほどの果実で渋みが強い。水南小学校では、全学年、豆梨に関連した出前授業がなされ、未生、育病などを児童たちは学んでいる。梨の原種ではない。木の高さは8から10メートルほどになる。葉は高卵系から卵型、または卵状長楕円型で、 長さが4から9センチメートル。直径2.5センチメートルほどの桜に似た白い花をつける。開花時期は4月。果実は高褐色の直径1センチメートルほどの日本らしに似た形状で円形の小さい皮目が多数ある。果実が熟した後は黒色になり落下することが多い。果実には渋みがあり美味しいものではない。 表記の依存植物とされている。東海地方で460ほどの個体数が確認されていて、46株が最大の群落、7株以上の自生地が15箇所、多くの自生地が5株以下、孤立儀であることが調査されている。遺伝子の解析等で栽培されている日本なしと同様に、自家受粉ではほとんど欠実しないことが確認されていて、自家不和合であると考えられている。 1902年に、三重県四日市市東和総川で、四日市市立高等小学校に在職していた、植松栄二郎らが発見した。その後植物学者の牧野富太郎に鑑定を依頼し、1908年に、学名がパイラスディモーホーフィラ牧野、和名、豆なし、地方名、犬なしの新種として、学会で発表された。その後の研究で、中国大陸にある、 種の変種であると考えられて、学名がパイラスコラーヤナディークニー、バリエーションディモーフォーフィラコズに変更された。現在は変種ではなく同一種であるとみなされ、学名はパイラスコラーヤナディークニーとなっている。絶滅危具イビー類日本では、環境省により、レッドリストの絶滅危具イビー類の指定を受けている。倉庫体数は460程度と推定されている。 以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。多度山の緑が、池、周辺の湿る気のある場所に自生する、多度の犬なし自生地は、国の天然記念物落下した果実、熟した後は黒色になる。多度の自生地では、未消して生育している若い木が確認されている。養老山地最南端に位置する、多度山のため池である、緑が池の西側の谷筋周辺には、 日本最大規模の自生地がある。周辺は水が染み出す品栄養湿地となっている。1956年12月に三重県の天然記念物に指定され、2010年8月5日に国の天然記念物に指定された。2010年8月には約3182平方メートルの自生地に46本の成木が確認されている。 周辺では落下した実から未生した地樹が多数生育している。希少な植物を保護するために木の周囲がロープで囲まれている。4月に白い花が咲き、6月頃から黄緑色の直径1センチメートルほどの実をつけ、その後日は高褐色になり、12月頃まで木の枝になっているのが見られる。 三重県自然環境保全条例により、自生地から花や実を持ち出すことは禁止されている。自生地では、金目餅などの樹木の侵入の植生繊維により、犬なしの生育域が狭められてきた。桑名市教育委員会により、犬なし自生地保護計画策定委員会が設置され、地域住民、NPO、行政などが連携して、周辺の干ばつなどの保全活動が行われている。 特定非営利活動法人、多度自然育成の会が2002年に設立され、犬なし自生地の保全活動を行っている。1956年4月19日に、三重県教育委員会が主体となって、現地の犬なしの調査が行われた。主に松林の下に生えていた。調査の結果から同年12月に、三重県の天然記念物に指定された。 その後緑が池の東側でキャンプ場の開発が行われ犬なしを含む林が伐採されて1957年10月30日に指定区域の一部が解除された三重県の水橋県立自然公園内にある所在地は三重県桑名下土町田戸畑八つぼ1740番地1の一部で個人の所有地である周辺は 里山の新丹林として利用されてきた虹林であり、小奈良や巣余語の樹木などが自生している。犬なしの林床には裏城、大水苔けや星草属の星草、冬イチゴなどが自生している。緑が池のあぜにある木に森やオガエルが散乱しているのが確認されている。田戸山のハイキングコースの瀬尾のコースの下部から自生地に至る遊歩道が整備されている。自生地には、 天然記念物の解説版が設置されている。麓の多度大社から緑が池に至る林道がある。愛知県指定天然記念物、大草の豆なし自生地、大草の豆なし自生地の花愛知県小牧市大技、大草寺たら一番の一部街のたら植池東藩の豆なし自生地が、2011年8月26日に、大草の豆なし自生地として、 愛知県の天然記念物に指定された。20本ほどが自生している県内最大規模の自生地である。東華台ニュータウンの東に位置し、北西1キロメートルほどには中央自動車道が通り、北に市民主規の森がある。1999年にこの自生地が確認された当時は、高木や笹などに覆われた湿地上の雑木林であった。小牧市では、 数カ所の豆なしの自生地が確認されていたが、現在はこのタライケベのみとなっている。タラウェイケとタラシタイケとの間には水田があり、タラウェイケの南に愛知文教大学があり、タラシタイケの南に名古屋造形大学がある。農地、宅地、雑木林が点在するタライケの丘領地では、工場団地の造成が行われ、東側にはサンテックと、 オムロン小牧社債事業所などの工場がある。自生地の近くにあるタラウエ池の自生地では、ヤブなどが刈り払われ、小ナラな木など共に生育しやすい環境に保全されている。タラウエ池の南岸堤防にあった一本の豆なしの木は誤って伐採されたが、その後切り株の根元からの彦映えがあり、生育中である。その土手には桜の木が植樹されている。 自生地の近くにある小牧市立光が丘中学校の校庭に2010年2月6日に苗木が植樹された。ありがとうございます。